エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こちらをちょっと買ってきました。はい、近くのホームセンターに行って見つけてきましたよ。言っても今乗ってる車が軽自動車なので、なかなかですね、音がうるさいんですよ。まあそれでもそんな気になるほどかっていうと気になりますね。まあいろいろあるんですけど、今回は簡単なやつをちょっとしてみようかと思いまして、それではドアの方貼っていきたいと思います。ちょうどこのドアの、ほら、この何、このちょこっとポコって出てるのがこのあるじゃないですか、ここに貼っていきます。ほら、ここまで。そしたら中がですね、これこんな2メーターの長さがあるらしいです。形がちょっと見せてなかったですね。こんな感じの形で、まあ僕も詳しいのはよくわかんないですけど、あ、ほら見て、こんな感じですね、形が。こっち側のドア、だから今運転席側なんで、こちら側のドアの時にね、こっちをドアの、ドアのこっち後ろ側にはめるみたいです。なんでこれがそのままこういう形ではまります。で、今はめたので、反対側用にここで一回切ります。よし、できた。じゃあ反対側も貼っていきましょう。そして今度はこっち側は、向きはこの向きね。これがドアの奥にこうやって引っかかると思ってくださいね。はまらん。なんか指がつ。よし、オッケー。そして見た目なんですけど、見た目がですね、こんな感じになりました。何かついてるなっていう感じはあるんですけど、そこまでは気にならないかなって感じですね。こちらも先ほどと一緒のようにちょっと開けていくんですけど、今回はですね、形が違いますね。こうなんか、なんだろうと違って、今回はこういう感じの形です。長さが3メーター入ってます。さっきのははめていったんですけど、今回のは貼っていくので、両面テープがこうやってついてます。はい、こういう形ですね。フェンダーのここからこうライトのところを通って、ここまでですねを貼っていきます。これが向こうも反対側も同じですね。そうしたらこっちから貼っていきたいと思います。よし、これで一回切りましょう。はい、じゃあ
片っぽは終わりです。で、長さがもしかしたら微妙にこうちょっとはみ出してたりするかもしれないんですけど、はもう反対側もはめてからで、その時にちょっと調整で切ろうかと思います。多分短すぎるってことはないと思うので、微妙にちょっとはみ出してるとかじゃないですかねと思って、地味に短かったぞ。しまった。はい、できたんですけど、こっちはちょっと切り損じてしまったので、ちょっと上からので調整したいと思うんですけど、なので一回こうボンネット閉めてみて、どんな感じか見てみたいと思います。ほら、こんな感じになってきましたよ。ちょっと分かりづらいけど、ほらここからラインがこう来てますよね。ほらで、ここで切ってるんですけど、こっちはまだこれでいいかなと思うんですけど、反対側がやっぱ同じようにほらゴムがこうやって来てるんですけど、わかりますか、ほらこのライトの途中で切れちゃって、あとほんのちょっとですね、ほんのちょっとが足りなかったんですよ。はい、なんでここはしょうがないんで、ちょっと付け足そうとは思います。はい、じゃあそういうことでですね、おっとっと、今貼るのは貼ったんですけど、なんでしょうね、多分そんななんか極端に変わったかっていうと分かんないと思うんですよ。でとりあえず今からちょっとドライブをしてこようかと思います。今つけてるエイプマンのアクションカメラをそのまんまドラレコ代わりにしてたので、取り付ける前の音と今から取り付けた後の音ですねをちょっと比べてみたいなと思います。さあどうですかね、違いはあったんでしょうか。気持ちなんかなったような気もすればって感じなんですけど、いやおかげでエアコンも全部切って窓も全部閉めていったから、まあ暑い暑かったはい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。